はい、先々な新潟人と飲酒動画。今回もビールですね。はい。またデュベルの、トリプルホップ2015ってやつですね。はい。容量が 330ml でアルコール度数 9.5%。高い。1918年以来、長年守り続けたデュベル醸造所レシピに手を加え、特別に醸造した限定商品、原産地の異なる3種類の最高級ホップを使い、ドライホッピングによる苦味が効いた味わいと豊かな香りが特徴。今年のホップは毎年同じ、ザーツ、スティリアンゴールディングに加え、アメリカで栽培されたエキノックスが使用されています。原材料が麦芽とホップと糖類と酵母。原産国ベルギー。これ超高かったよ、値段。今まで俺が買ったビールの中で最高に高かったね。値段500円です。確か500円以上した。500円ぐらいだった。500円はしたはず。くっそ高かった。あれ違うな。どうだったろう。あ、これじゃねえか。もう一本の方か。これ450円ぐらいだったかな。まだ買ったやつはあって、それが一番高かったね。まあ、後々紹介しますけど。これはまだあれだった。これまだマシだった気がする。それでは。飲んでいきたいと思います。今度は冷蔵庫でキンキンに冷やしたからね。そんなに泡立てないと思うけど。デュベル。トリプルホップっていうことは、まあ、いわゆるあれっすか。あれでもあったよね。なんだっけ。指名ビールでもあったけど。トリプル。ホワイトだったっけ？指名ホワイトだったかな？忘れたけどね。うん。それじゃあ、乾杯。ああ。うん。うん。これもちょっと苦いし、柑橘系。で、普通のデュベルよりは、なんか、キレがあるような気がする。淡く透き通ったゴールド、泡持ちもとても良いです。干し草、松、レモングラスのような爽やかな香り、すだち、ライム、オレンジのような柑橘系の香り、リンゴ、パインのようなフルーティーな香りがあります。口に含むとレモンのような柑橘系フレーバーと、強い苦味を伴ったはっきりとした味わいを感じます。旨味、酸味、苦味のバランスの良いボリュームたっぷりの味わい。後に心地よい爽やかな苦味が長く続きます。結構あれ軽いタイプですね。結構軽い。味が。でもこれもあれだな。普通のデュベルと、まあ、何が違うかっつうと、度数が一度高いっていうことだけど、特に、そんな、感じはしないですね。度数の高さは感じない。
正直 9.5% もあるの。なんか、アルコールっていう、感じはしない。ですね。うん。うん、苦いね。苦いけど、でも、なんかグレープフルーツとか、のような味。苦味。苦い。グレープフルーツの苦味的なやつ。そんな感じはするけど。あと、なんか、あれが強い。泡が。炭酸が強い。炭酸がすげえ強い。うん。炭酸強いっすね。苦いけど、別にそんなこんな、こう、残るっていう感じじゃないね。うん、ああ。これで値段400いくらでしょう。450円ぐらいでしょう。ちょっと高えよ。高くねえか。さすがにちょっと高いぞ、これは。ねえ。ちょっと高いよ。ギネスが安く見えるって。ギネスビールが、俺が一番大好きなギネスビールが、缶のやつ、330ml ぐらいか。あれで、300円だからね。それよりか段違いで高い。450円ぐらいする。400円か450円ぐらいする。高いくせに、なんか、って感じ。別に、まあ、普通のデュベルと、まあ、そんなに変わんない感じ。正直そんな変わんない。香りが強くなったような気もしないでもないけど。ちょっと飲み比べないとわかんないですね。いや。普通のデュビルか、あれか、淡白になってる。淡麗になってる感じがする。それはあるね。うん。うん。なんかすげえ淡白になって、なんか、あれ、苦味が強くなった気がする。でもこれはちょっとなぁ。これはちょっとさすがにないな。これもない。デュベルシリーズはもうダメだね。ああ。はっきり言って。うん。今後デュベルは買わないな。こんなん買うんだったらギネス買った方が、100倍ぐらいマシだわ。やっぱギネスに勝てねえな、俺の中だと。海外のビールで。海外のビールというか、すべてのビールの中でギネスビールを超えるビールはないな。しかもギネスビールのあれね、缶のやつね。瓶のやつじゃなくて缶のやつがうまい。なんか、異端とされてるけどね。瓶の方がうまいっていう人の方が圧倒的に多いんだけど、俺は缶の方が好き。
ギネスだな。久々に今度ギネス買ってくるか。ギネスビールね。ギネスビールは、うまいぞ。ギネスビールはうまい。マジで。うますぎてちょっと。瓶のやつも飲んだことあるんだけどね。もう、桁が違う。缶のやつの桁の違いのうまさ。専用のグラスも持ってるから。うまいぞ、ギネスは。ギネスはうまいぞ。今度買ってくっか、ギネス。ドラフトギネスってやつ、あの缶の中にあの玉が入ってるやつ、うまいぞギネスは。あとギネスの飲み方もあるからね。ギネスっていうか注ぎ方ね。俺の中の俺流かどうかは知らないけど、これはない。これはない。デュベル。トリプルホップ。これもないな。ないな。普通のデュベルの方がまだマシかもしれない。うん。まあ、大して変わらんだろう。香りは強い。甘みはない。苦味が突出して、香りも突出した感じか。で、コクがなくなった感じ。普通のデュベルに比べると。買いかどうかは、まあ、全くもって買いではないけども。うん。これは買いじゃねえな。普通のデュベルの方がまだ美味しいです。2151です。ご視聴ありがとうございました。